15時57分に生まれました。もうね、すごいよね、キラ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 してて、ね、ありがとうございます。それなびっくりした音楽館入ってきた、すげーってなった、すげーってなった。はい、それ、それじゃあ3曲続けて聴いてください。I'm not afraid to die.
紹介したいと思います。まずはアイナ。はい、小学6年生パープル担当バイリンガールのアイナです。よろしくお願いします。アイナ。はい、中学1年生イエロー担当アライガールのミナです。よろしくお願いします。ミナ。はい、中学1年生ピンク担当キラキラガールのサキです。よろしくお願いします。サキ。はい、中学2年生グリーン担当スパチュエルフィーリーダーのユーアです。よろしくお願いします。ユーア。かわいい。ありがとう。ありがとうございます。はい、そうですね。じゃあここでユーアの思い出を語り合いましょう。思い出語り合いましょう。イエーイ、語り合いましょう。じゃあなんか思い出ある？あるよ。ね、あのユーアとお泊まりするときになんかおしゃれなお店に行ってなんかいろいろ食べて、そしてあのなんかユーアがトイレフェチって言っててそういうこと言わねえと思う。で行ったらめっちゃトイレがおしゃれでした。え、なんかトイレ、なんか撮影映えするみたいな感じで。トイレ綺麗な方が良くないですか？映える、うん、映えるって。はい、じゃあなさそうな顔やな、これ。あるね。あるな。あの、ミナの変顔の写真をロック画面にしてること。ごめんなさい。ミナの変顔が可愛すぎて、ロック画面。はい。あの、見たかったらぜひ、あの、分配来てください。じゃあ、さっきは、前にユアとお泊まりしたときに、全然前世の替え歌を作って、その、動画を撮ったんですよ。それでめっちゃ爆笑した時がすごく楽しかったです。なんかね、それはなんかサキが作ったね。ユーアが作ってないよ。サキが作ってなんか枕で塩のユーアが動画撮ったんだっけ。そう。やりませんらしいです。はい、じゃあユーアの思い出よ。ユーアが、じゃあ。じゃあアイナーから。アイナー、あー、アイナのなんか長崎遠征あったじゃないですか。それであの車の中でなんかギャッわちゃわちゃしてて、それでアイナの今矯正してるんですけど、アイナして矯正してるんですけど、その矯正をあの端っこがドゥルルーってなってびっくりしなかった。まだ感触覚えちゃもいいよ。ハチマキでなんかもう、ハチマキでなんか一人で、そう一人でもうやめてみたいなやって、そしてとりあえず見えないままユーアがこっちに手持ってきてドゥルルンってなりました。わざとじゃないけど。じゃあ次サキ。サキはあのこのピン貸してくれたことの思い出です。ついさっきやん。ついさっきやな、ごめん。あーイメージガールかな、ビーリングスのね、頑張ったよね。うん、あ、ありがとう。そう、インタビューとかね、あの一から自分たちで考えてあの選手にインタビューするけどね、頑張ったよね、ゆうち。ね、頑張った、ありがとう、みな。じゃあ次、みなの思い出は、あ、そうや、でもずっと結構前になるんやけど、東京遠征、キッズの頃かまだ。あー、で、ゆうの TikTok 見たら分かると思うんですけど、TikTok のめっちゃ下の方にユアが映ってない動画があるんですけど、それであのTikTok 見たら分かると思います。あのミナがうわーって出てきました。皆さんぜひユアの TikTok の下の方に出てあるので見てみてください。はい、こんな感じですね、ユアの思い出は。どうですかみんな、ユア、はい、14歳のね、思い出も作っていきましょう、もっと。イエーイ。はい、続いて3曲盛り上がっていきましょう。誰か
曲になってしまいました。まだまだ盛り上がれる、イエーイ、もっともっと声出せる、イエーイ。それでは最後まで盛り上がっていきましょう。走れ走れ、いいよ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 、いい
次に最後に優のセレモニーがあります。イエイ、盛り上がっていきましょう。盛り上がっていきましょう。バイバイ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 。